まだ終わってはいないぞ。生き残った俺たちは学ぶことができる。過ちを糧にして。ジェダイが学ぶ？ジェダイに未来はない。なぜわからない？新しく始めるのだ。私とお前なら新たに作り出せる。もっと良いものを。断る。ならお前はダソミアで死ぬがいい。赤じゃねえか。お似合いだ。行くぞ。うん、やるな。当たるか。せほい。オッケー。よし、いける。パッションネット。オッケー。せほい。まぐれだ。いける。よし、おっと、まずいな。来るか。すっ、危ねえ。ふん、ふん、おお、やばいぞ。誘う価値もなかった。まずい。ここで死ね。お前はダソミアにふさわしくない。シスター、一族の魔術を使うな。起きろ、カルケスティス。お前はまだ生きてる。うん、うん、頼む。熱い展開。ちゃ、やるな。うわっ、うわっ、やるな。ナイスだ。うん、この程度でやられるものか。助けてくれ、頼む。シスター、援護頼む。怖い怖い怖い。わかるか、パダワン。よし、まずいな。クソ、やるな。ふう、あぶねえ。さあ、フォースを冷めよう。まずい。うわ、おっ、クソ。ナイスだ、やれる。オッケー。もう一度やってみろ。よし、今頼む。スティブ、逃げても無駄だ。何、すわ、あぶねえ。もうちょい、もうちょい。ふわ、来るか。よし、オッケー、来い。うん、このチャンス。シスター、ナイスだ。スープチャー。よし、お前が言った通りだ、マリウス。ダソミアがお前の墓となる。やめろ。闇の中に封じられるがいい。生き絶えるまで。なぜ助けに？ダソミアにたかる虫を消すためよ。ふう、ここに来た本当の目的は何？この霊廟を築いた種族ゼホはアストリウムを作った。それで別の星の宝物庫を開ける。中にはフォース官能者の子供たちのリストがあって、帝国もそれを追ってる。帝国って？
帝国だ。自分たちの脅威となるフォース観能者は根絶やしにする気なんだ。ならいずれダソミアにも現れる。間違いないわ。私もアストリウムを探すわ。ありがとう。危ないところだったよ。そうね、死んでいたわ。そうだな。無事でよかった。仲間は必要だから。まあ、俺もそう思う。さあ、アストリウム探しに行こう。一体恐ろしい。ほっ。この場所なんだ。なんだ。なんだ。ついに見つけたぞ。あったのね。メリー、これが新世代のジェダイへの鍵だ。祝福するわ、あなたたちを。でも私の姉妹は帰ってこない。ああ、粛清の後、俺は長い間一人だった。隠れたんだ。そう、正体を知られるのが怖かった。俺の過去を。でも変わった。大切な友人に言われた。銀河で人生を見つけろと。それを聞いたの？な、いや、でも人生は無理にでも人を前に進ませるものなんだ。そしてここに来た。俺も驚いてる。前へ進む道。一緒に行くわ。本当か？私はずっと一族の復讐の機会を待ち続けてきた。もう待つのは終わり。一緒に戦わせて。マジか。ナイトシスターとジェダイの道は異なるけれど、残った者同士助け合う。ああ、それがいい。お前はどう思う？そうだな。船の仲間には説明が必要かもしれない。それなら始めましょう。アストリウム手に入れました。任務完了。いやー、ナイトシスターがまさか仲間になるとはな。よし、船に帰ろう。お、何してんだ。余裕だな。ナイトシスターは来てるか。どうもー。見つけたのね。お、誰なんだ。それどういうつもりなんだ。一緒に行くということ。シア、グリーズ、彼女はメリー。おい、魔女だろ。違うか。ナイトシスターよ。何も怖がることはないわ。おかげでアストリームが手に入った。一緒に戦った。信用できる。なら信じるわ。あなたはそれを証明して。わかった。いいよ、座ってくれ。ただし変なことはしないでくれ。歓迎するわ。上々だ。言葉がわからないの。よし行こう。次はボガーノの古代建造物、過去宝物庫を開く。坊主の光る剣の腕はなかなかだ。ライトセーバーよ。こりゃ、まあやばい代物だ。使わないのか？ええ。即答だな。
ブラスターだけで十分に戦えるわ。それは否定しないが、だがライトセーバーというのはもっとすごいじゃないか。ただの武器よ。大事なのは使い手の方。ああ、俺が使ったら自分の腕をなくす。大丈夫よ、余っているから。無言。よし、行こう。使えるかな。コルドバは使えたわ。あなたならできる。大丈夫よ。なあ、腹空いてないか。スカッツのステーキでも焼こうと思ってる。邪魔しちゃったかな。いいえ、船長。ここまで来られたのはあなたのおかげよ。ああ、まあ俺は本当だ、グリーズ。まいったな。ああ、うまくホロなんとかが見つかるといいな。ホロクロンだ。本当に探すのがいいことなの？どういう意味？リストの子供たちをジェダイにするために故郷から連れ出したら、その子たちも追われるんじゃ。どちらにしろ帝国には渡せない。帝国を倒す助けになるはずよ。おっと、予定変更、到着する。あ、グリーズ。なんだ。私はレアでお願い。わかった、俺に任せておけ。ボガードついた。忘れもしない激戦の地だ。よし、行こうか。ここは何かおかしい気がするわ。ああ、ここはエネルギーが違うわ。ダソミアとは違うな。ええ、ダソミアは複雑で、闇から古い力が湧き出るようだった。ボガーノはもっと単純けれども、うまく言えないわ。ここは特別だ。だから宝物庫を建てたんだな。ホロクロンは一体どこに？何かあるのか。この星は何世紀もの間知られずにあった。何もしなければ本当にその子供たちは危険だったのかしら。うん、ダソミアとは大違いだ。ええ、そうね。想像と違うか、実際の銀河は。行こうか。よし、行くぞ。狭すぎる。さあ、バジリスク出てくるか。来ねえな。コルドバと出会ったのもここか。よし、やっとだ。お、驚いた。宝物庫自体も巨大ホロクロンなんだ。何？その壁は何か変だ。そういうことか。よし、調べよう。こっちか。おお、俺か。エピソード8。はっ、なんだ、なんじゃこりゃ。我々の文明の記録を残しておきたい。我々の文明、忘れた知恵と技術を持ちながら滅びに直面した。ゼフォの賢人、知恵と夢が通り調和の道を外れ、我々は次第に慢心し腐敗していた。強く秩序を求める我々は没落していった。でけえ。私は残った者たちを大いなる道へと導く。その先に平穏を見出せることを期待して。ほう、これはフォースの道を教えるんだ、マスターケスティ。まずは肉体を鍛える。何なの？全員集まれ。マスターケスティス、僕らはこれは見つかるかな。未来か。あ、俺じゃなかった。フォース感能者か。ローディアンが二人。ローディアンの二人すごいな。よし、こっちには何がある。
中国軍だ。尋問官に見つかった。マスター戦いますか。はい、来るぞ。これは未来か。なんてこった。探し続けろ。遠くに行ったはずがない。ローディアンのパダワンか。助けてマスター決戦。突入する。これまずい。ホロクロンを見つけることはいいことだろうか。シスター投降すれば魔界のだけは殺さない。それでいい。ひざまずき。おう、なんだ、なに、こっちか。なんだ、尋問官になっている。学んできたようだが、陛下への献上品を手にする機会のためにつまらないパダワン一人を泳がせてみた。俺がホロクロンを諦めると思うか。それはないだろう。戦いには付き合ってやる。だがお前はここで幼いフォース官能者たちの運命を明け渡すことになる。お前の命もな。お前も言ったはずだ、俺は諦めない。フン、オーケー、うまい。その呪いがお前にわかるか。グリード、行かないで、別れたら危険だわ。トリラの視点か。ダメ、私は連中を引き離してからまた戻ってくる。子供たちをお願い、トリラ。オーダー66のあらんこと。マスター、当時か。行かないで。トリラ、目どうなるの。大丈夫よ、大丈夫。拷問か。
視野か。逃げられた。よし、着いた。シア、過去を見たんだ。あなたとトリラ、何があったのか。俺が間違ってた。俺は身勝手で愚かだった。どれだけのことか分かってなかった。ホロクロン奪われた。場所は分からない。トリラがああなってしまったのは私の責任よ。そしてこれから彼女がすることは全て私の過ち。俺たちの過ちは過ぎたことだ。そして責任を果たすには次に何をするかが大切なんだ。あなたに教えられた。そうね。彼女の行き先は分かる。要塞がある。ジェダイの墓場、尋問官たちの本拠地、拷問が行われてる。私はそこから逃げた。戻るとは思わなかったけど。今度は一人じゃない。友人が一緒だ。いいえ、なんだ。ジェダイが一緒にいる。膝をついて。評議会に与えられた権利とフォースの意志にのっとり、カルケスティス。立て、ジェダイの騎士。あなたは負けない。あなたもだ。ジェダイナイト、カルケスティス。いやー、これで一人前のジェダイになったということで、尋問官の本拠地に行こう。愛する人を土に埋めたことはある？ある意味では。虐殺の後、母を埋めたわ。友達も、イリアナも。それは誰？一緒にこっそり沼に行って薬を作ったりしたわ。親友だった。大人になってもずっと一緒だと思ってた。彼女の目を閉じてみんなと埋めたわ。過去は忘れられると言ってあげたいけれど、現実には決して忘れられない。変かもしれないけれど、私だけじゃないと思うと安心するわ。いいえ、少しも変ではないわ。よし、尋問官の要塞。いつものやり方じゃ連中の守りは突破できない。手を貸せるわ。何かあるの？儀式よ。この船を隠せる。多分。儀式か？何？現実が得意なはずだ。
おい、またまた、ちょっと待ってくれ。儀式には何かいるのか？供物がいるわ。腕を一本もらえるかしら。なんだ今のは冗談よ。先に言ってるわ。シスター、マザー、私に力を。シスター、マザー、私に力を。すげえ。よくわからんが聞いてるみたいだ。うまくいきそうか。金をかけたっていい。行くぞ相棒。中に入ったら私は防衛施設を。マンティスが回収に来られるようセンサーを潰すわ。あなたはホロクロンを。別れていくのか。闇が呼んでるの。多くの子供たちの運命がかかっている。中で何があっても何を見ても私には構わないで、使命を果たして。要塞に着くぞ。行くわよ。よし。よし、行こう。上か。聞こえる？よし。ちゃんと聞こえてる。ホロクロンの場所が分かったわ。今から位置を送る。OK。届いた。これから行く。遠いな。なんだこの場所は。よし、行こう。ここで帝国は尋問官を生み出していた。シアを拷問して、トリュアのサイトに落とした。ここを破壊しよう、ビディ。おお、無理か。ふう、助かった。よし、こっちか。近づいてる。いるな。はい、ベビー。ふう、いるな。上がろう。マザーブラスター。殴ってきたか。よし、カモン。行くか。ロックされたドアがあるぞ。俺が戦いを教えてやろう。こういうことだ。ずっとは防げないぞ。うん、そうだな。こっちだ。バカとフローゼンなめんなよ。よし、こっちか。はあ、いいだろう。見事な反射神経だ。当たり前だ。効かないぞ。しょっ、全員片付いた。ふぅ、カル、そばまで来たけど強化扉で進めないわ。その近くのコンソールを探して。オッケー。まずはコンソール。つえ。さすがだ。今のはすごかったが、大丈夫か。心配しないで、使命を果たさないと。でもここを破壊するのはいい気分だわ。私たちが囚われていた監獄よ。誰も助けられなくて残念だけれど。戻る羽目になってすまない。そうね。
でも他に選択肢はなかったわ。わかるよ。最後。最後。これを終わらせましょう。よし。ゴリラの気配は。いいえ、まだよ。ホロクロンは尋問の間に保管されているわ。この要塞の中で最も安全よ。ホロクロンへの道を開いているわ。ホロクロンに向かって、私は増援を引き離してからできるだけ早く合流する。オッケー。あともう少し。なあ、ビディ。言ってくれてありがとう。よし。今まで見たことがない。帝国にしても珍しいぐらいだ。すげえな。こんな場所があったとは。オッケー。よし。任せたぞ、BD。なるほど。こんな場所があるのか。尋問の間。ここやな。ここにホロクロンがあるはずだ。出たな。